グローバルボーイズグループ上一の川西匠が歌う映画バジーノイズ5月3日公開の主題歌サージュシングルエディットが本日29日より各種音楽サイトで配信開始。合わせてレコーディング&撮影の裏側が主題歌に乗せて彩られるミュージックビデオメガゴルトサージュシングルエディットスペシャルメイキングムービーが解禁となった。今回解禁された映像はレコーディング風景やバジーノイズのメイキング映像が主題歌サージュに乗せられたスペシャルな映像となっている。映画初主演にして主題歌も主人公成長名義で担当することとなった川西が真剣に主題歌に向き合う姿から始まる映像では、川西と共に主演を務めた桜田ひより、そして井野脇海や龍俊太郎、柳井コルキヘンニボーラキャストとスタッフが挑んだバジーノイズの撮影の裏側が切り取られている。